皆さんこんばんは。今日はね、雨の中ありがとうございます。頑張って、トークとライブとやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。小宮です。ついにリンゴスター研究完成しまして、この日を迎えられて嬉しく思います、ね、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日ですね、今日すいません、ドラマーの方っていらっしゃいますかね。自称でも多少でもいいですけど、あ、15、16人いらっしゃると、やっぱりドラムね、見たことは当然あっても、音楽聴いてても叩いたことある人ってそんなにいないじゃないですか。ああ、そうですね。ね、なんでこういう機会なんで、じゃあ小宮さんドラムの専門家なんで、ドラムセットっていう楽器をね、この実際のセットを使って、分かりやすくちょっと説明していただけますでしょうか。そうですね、はい。まず今日持ってきていただいたのは、はい、年代でいうと何年ですか。1964年ですね。はい、リンゴが使ってたのとドンズバで、製造年月日月もほぼ一緒ですね。58歳ね。すごいですね。で、そのまず製造ね、リンゴの製造年月日を知ってるところがまたすごいですね。いろんなリンゴのスタッフさんとか、ドラムシティってロンドンのね、ビートルズに楽器を提供してた方が今もご健在でして、そういう方に、連絡を取って何を渡したんだとか何のシンプルを渡したとか聞いて、ちゃんと裏を取って、はい、なるほど、忘れてました。はい、スネアだけまた特殊ですよね、ヘッドが。そうですね、はい、これお客様からちょっと見えなくてあれなんですけど、リンゴスターはですね、本革を貼ってたんですね。今プラスチックだったり、加工されたヘッドを使うんですけど、リンゴスターは本革、当時本革がメインですから、で、私も今本革、60年代の本革をデッドストックものなんですけど、それをデューストンだったかなと楽器屋さんでカーフスキーですか。カーフスキーですね、はい、あって、それを、ただその天候によってチューニングがどんどん変わりますから大変なんです、ね、調整が、はい、どんどん革なんで伸びていっちゃうので、今日みたいに雨が降ったりするので、はい、破れたことないですか、ライブ中に。1枚は破いちゃいました、はい、すごい貴重なヘッドをその場合はライブ中はやっぱり違うスネアに効果的ですね。それしかないですね、はい、じゃあちょっとこのドラムで簡単な合体するとどうなるか。そうですね、合体した8ビート、はい、まず普通に、はい、今前半が普通のショットで、後半がオープンリムショットで、はい、そうですね、スネアの叩く位置を変えてますね、はい、結構普通ですか。普通です、はいはい、まあでもいい音ですね、はいはい、まあ、でも振りが大事だと思うので振りも言うし、で、どっちかっていうと今ハイハット閉じてましたけど、うん、空いてる曲が大半なので、空いてる曲でやるとさらにリンゴっぽくなるかなと自分では思ってますので、そんな感じで振りも入れて、じゃあリンゴスターバージョンで、はい、やってみてちょうだい。これもなんか全然違うんですけど、あれは、はい、やっぱ大事なポイント。そうですね、首が揺れたりとか、はい、こういう感じだったりとか、はい、もちろんドラムの練習と振りの練習って別々にするんですよ、僕。あ、そうなんですか、はい、それを両方ドラムは普通に練習して、振りは、はいはいはい、ああ、そうなんですか、そういうこと、
感じですね。それでこっち向きを常に言うこと、常にボールの方を見てて右肩は上がってるんです。いや、ビデオとかで見たのと同じでしたよね。なんかよくビデオとかでリンゴのとこね、シーン見ますけど、そうですね、シルエットがね、うん、まずやっぱり皆さんお気づきだと思うんですけども、椅子がすごい高いですよね。高いですよね、はい、嫌になっちゃうくらい高いですよね。これはトリビュート版の泣かせだと思いますよ。でもそれは必要不可欠な、はい、そうですね。プロの方にも言われましたけど、リンゴと同じことやらないとリンゴのあの音は出ないよと言われました。普通何センチぐらい高いんですか？20センチぐらい、まあ、何センチか分かんないですけど、普通はちょっとこの膝が少し落ちるぐらいが標準とは言われてます。でドラムに埋もれるから、こういう感じで、ね、そのぐらいですよね。はいはいはい。これぐらいに見えてると思います。はいはいはい。このリンゴは、さすが。リンゴは座って大きいリンゴスターとか昔知ってませんでした。立って小さいリンゴ。そうそうそうですね。そうですね。そうですね。そう、これの語源。はいはい。あ、なるほど。大事ですよね。そうですね。実際に大きく見せるために見せるか。でもある。はい。コンプレックスがあったらしいですからね、やっぱ。せいね、あと3人のメンバーよりリンゴが、ね、小柄ですからね、すごい気にしてたとは言ってましたよね。あとやっぱりリンゴといえば、そのハイハットの叩き方、はい、ハイハットって2倍だったりとかあるけど、はいはい、あれがこう何でしょう、仰ぐように叩きますよね、ね、独特な、他の人やらないですよね。そうですね、こういう叩き方、はいはい、まあ、やるとすればそのリンゴフォロワー方なんですよ ね、 そうですね、あのニュアンスが欲しくてやる、はい、じゃあ次ちょっとやってみてください。はい、わかりました。じゃあオールマイナーをこんな感じですね、はい、はい、いや今度ライドに行ってもいいでしょうか。ライブしてますね、はいはい、これもやっぱりリンゴって特徴的ですよね。そうですよね。普通に叩くとこうなっちゃう、チン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 、やっぱ粒が出ちゃう。でもリンゴってやっぱこのエッジを叩いて、しかも先っちょじゃなくてね、あのスティックの腹で叩くので、はいはい、チチチチって音は出てない、はい、ザーッと流れてる音、これっぽいですね。リンゴですね、うん、これね。ありがとうございます、はい、じゃあこの 曲で言うとこれは特徴的な感じですね。これはやっぱロングトールサリーが両方高い、はいはい、はい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 、これ行きましょうかね。行きたいですね。そしてやっぱただ叩くのは僕はできないんですよ、はい、リンゴになって叩かないとできないので、はいはい、リンゴが振りをつけて、お願いします。緊張しましたね、今。素晴らしい。乗れなかった今。それ本番でね、はい、これエンディングのところです、はい、かっこいいですね。エンディングのところですね、かっこいいですね、はい、じゃあそれをちょっと説明、ね、ぜひ期待します、はい、中期から後期にかけてドラムの音がものすごいデッドになるというか、ミュートされた音になってるんですよね。でそれをいろいろ調べたんです。リンゴが何使ってるのかなって、うんうん、で調べましたら、ヘイジュードの録音してるあの動画って、はい、ピグみたいなのあるんですけど、あれでこう、これはまたね、おかしなもので、スイスカモシカシャモアって呼ばれる、よく車を拭いたりするセーム川、あー、布じゃなくて川ですね、スイスカモシカなんですけど、これがまた今ね、僕の横にありますけど、臭いんですよ。めっちゃ臭いの、これは、ね。まあいいんですけど。動物の皮ですね、はい、で。それをこうかけて、止めて、かけて、はいはい、かけて叩いてる映像があるんですね。はい。ちょっと響きがね。
全然違いますよね。ないと大体多分これぐらいの感じの音がよく聞こえる、はい、そうです、ね、音ですね。これミュートされてる音です、うん、はい、いわゆるそのデッドサウンドと言われるサウンド、中期から後期にかけては大体こういう音ですよね、はい、初期のあのキラキラした音ではない、はい、この間あのゲットバックの映画があった時に、はい、なんかバスドラになんかいろいろ詰め物をしてる音が出てくるので、はい、あれもいわゆるミュートですよね。そうですね、はい、まさにあのタムとフロアザンプちょっとそうですね、いただけますか。タムはあの、まあ、さっきは出しましたけど初期はこういう音でやってましたけど、これが中期になってくると、ちょっと行き過ぎます。加減が難しいんですけど、こういう音になる。全然響いてない。全然響いてない。フロア単位で。こういう音になる。それも布をちょっとかぶせる感じですね。これもセーム側なんですけど、こういうふうに、ね、伸びがもなくなった。はいはい。さらにあの本の中ではあの素晴らしいあのティータオルですよ。ティータオル、はい、あのイギリスではティータオルと呼ばれてキッチンタオル、キッチンタオルですよね。食器拭いたりするから、はいはいはい、コーリングはレッドユーあたりでは使ってますよね、はい、それも同じものアンちゃんお持ちなんでそれもわざわざそれを探して買ってきたんで、あの成分表もちゃんと調べて何が何パーセント、それもあの本に書いてあります、ね、そのあたり詳しく書いてあります、はい、書いてありますので、はい、2人でね、お願いします。どこまで行っちゃったって感じですよね。そうですね。いや、あのあれ違うよねって言われるの嫌なんですよね。使っても、そうですよねって言いたい、はい、そうこれですよね。そんな湯沢屋でいっぱい売ってますよ。そうですね、最初でイケアにあったんですよ、いたのが。ちょっと薄かったんで、いや、もうダメだ。じゃあこのデッドサウンドのそうです、ね、パターンを一つ、はい、ないなくてやるとどうなるか、サムシングの曲ありますよね。あれあの頭のとこドラムからタトトトトトジャーンっていくじゃないですか、うん、あれが初期のまんまで叩くとこうなります。こういう感じなんですけど、それがすごいでしょ皆さん。素晴らしい。音色一つで全然印象違うんですね。そうですね。やっぱりドラムってその音色音色に関してすごいあの無頓着に扱われることもあるんですけど、はいはい、やっぱ音楽の中ですごく重要だと思ってますので、うんうん、それがやっぱりこの本でもいろいろ書くことができて良かったと、うん、結構ね。細かく解説が集結されるという感じですよね。はい、はいはい、ですね、時間の方もそろそろなんですけど、まあ、今回リンゴスターの魅力がぎっしり詰まったリンゴスター研究なんですけど、じゃあ小宮さん、リンゴスターの一体どこがすごいのかとか、どこが魅力なのかとか、まあ、ついでに、まあ、例えばビートルズのナンバーで言えば何が個人的にはお好きだとか、そういう話でもいいんですけど、はい、ちょっとリンゴスターの話聞かせてください。はい、やっぱりそのリンゴスターが一番すごいと思ってるのは、やっぱり常にその音楽的なあのアプローチをしているというところがやっぱりすごいなと、うん、でしかもその音楽的なアプローチってまあ言葉は簡単ですけど、はいはい、すごくなんか曲にマッチしつつ、しかもリンゴしかやらないような特徴的なドラミングなんですよ、ほぼ全てが、うん、もうリンゴとすぐ分かる。そうですね、うん、だからもうこの曲にはこのドラムしかもうありえないというところまでもう行ってる。他のことやっちゃうとちょっと曲が変わっちゃうぐらい、その辺がやっぱり素晴らしい、うん、でやっぱりさっきもあんちゃんがやってくれましたけど、独特のこのグルーヴ感ですか、うん、でちょっと分析の方ではその言葉としてリンゴなまりとか、ね、そういう言葉を使ってるんですけど、はいはいはい、やっぱちょっとリンゴでしか出ないようななまりがちょっと三連っぽかったり、ちょっと16分と3連の間だったりとかっていう独特な間が
あって、そこもやっぱりもうワンアンドオンリーで素晴らしい。あ、唯一ですよね。はい、あとは叩かない凄さもあるしね。あえてね、はい、はいはい、そのバスドラとスネアしかやらないパターンとか、ゲットバックとか、そういう、あ、そうですね、あのパターンとかですね。小宮さんおすすめは、ミーゴのドラムの凄さが分かる曲、ね、まあ本当にもう全曲って言いたいところなんですけども、うん、やっぱさっきちょっとやっていただいたサムシンとか、うんうん、あの曲はその一曲の中の物語が本当に素晴らしくて、あ、ドラムで物語を作っちゃう、はい、展開がもう劇的で、うん、それは本当に素晴らしいなと思います。はい、ね、ライブでやってくれると思うんですけども、ね、そうですね、思います。はい、はい、じゃあ、あんちゃんはどうですか、リンゴの魅力、何が一番、はい、あんちゃんにとってはですね、小宮さんとちょっと視点を変えて考えてたんですけど、はい、リンゴって解散してから各ジョン・ポール・ジョージのソロアルバムに参加してるじゃないですか。はいはい、ということはやっぱ解散しても仲がいいと思うんですよね。でやっぱピース&ラブの人ですから、うんうん、ドラム、まあ、楽器ってその人の性格っていうかその心が音に出ると思うんですよね、うん、それそれがもう一番やっぱりリンゴの魅力かなと思っていますね。はい、じゃあもうなんていうかな、ドラムとかじゃなくてリンゴスターその性格とか全部含めて、はい、そういうことですね。はい、特に好きな曲とかはありますか。まあ、リンゴのおすすめって言ったらハンドル上がっていきますけどレインかな。ね、すごい隠れた名曲ですよね。本当、ペーパーバックライターの名前でした。そうですね。はい、でも本人はレインを一番、リンゴスター自身も、自身がこれが一番、そうですか、はい、ね、今度リゴルゴはまたボックスも出るみたいですけど、そうですね、どんなレインが聴けるのか非常に楽しみですね。